どうも、クライムです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、今回は大阪のカジノについてフォーカスしてみたいと思います。さて、大阪は関西万博が終了後、その一部のインフラを継承し、将来的に大阪にカジノを作ろうと目論んでいます。しかし、ある方がこのようにおっしゃっています。大阪にカジノを作ったかて、絶対失敗する。誰が言ってるんでしょうか。はい、そうです。カジノで106億円負けてしまった、あの元大王製紙会長の井川元隆さんがこのようにおっしゃっているそうですが、なぜでしょうか。それについて、こちらの清水正元衆院議員が説明されています。まあ、今回もね、短い動画とはなりますが、その理由をお聞きください。大阪にカジノを作ったかって絶対失敗する。誰が言ってたと思います？それこそね、6億数千もちゃいますよ。106億円カジノで負けた大王製紙の元会長の井川元隆さんが、大阪にカジノができても絶対失敗するって言うとありました。まあ、説得力ありますよね。あるだけ負けた人が大阪でやったかって失敗する。で、根拠何かと言いますとね、自分たちのような VIP と言われる何億とカジノで遊ぶような人たちは、海外から大阪のカジノには行くことないでしょう。このなぜか、プロのギャンブラーというのはね、いくつもカジノがあるところを好むんですね。ラスベガスでもマカオでも街全体がカジノでしょ。ここのカジノで負けたら次のカジノで取り戻す。こちらのカジノのディーラーと相性が悪ければ違うカジノのディーラーと勝負する。いくつものカジノを巡るのが遊び方なんですね。ところが大阪来たかってね、1箇所しかカジノがない。しかも日本全体で1箇所のカジノでしょ。こんなところにはね、世界の有数な金持ちのギャンブラーは集まりませんよ。こういうふうに言ってありました。梅田のパチンコ屋でも旗立ってますでしょ。今度見てください。他店の敵は当店でって書いてますか。いかがですか。まあ、井川さんがね、おっしゃってるんですから、ものすごい説得力ではないでしょうか。もうとにかくね、そんなもう、博打に関するインフラなんか、日本には作らないでください。ということで、今回は以上となります。では、また。